こんばんは。こんばんは。千代チャンネル見て、あ、嬉しい。千代チャンネル見てください。私もさっき見ました、マネージャーさんのね、ドッキリのやつ。あ、なべさん、なべ公式アットマーク7連じゃ、なべさん、タワーありがとう、タワーありがとう、なべさん頑張ってる、ななせちゃんへ、だってありがとうございます、嬉しい。なべさんありがとう。いやでも本当にね、もうあとちょっとでね、始まるので、本番がめちゃくちゃちょっと緊張というか不安というか、なんか久しぶりに、あ、もうすぐだって、ちょっとそわそわしてます。ナッシュちゃん頑張ってるから嬉しい、ありがとう。でもね、ちょっとね、頑張らないとね。今日も一日いろいろ確認とかしてて、明日はお天気お姉さんなので、天気お姉さんも頑張ります。久しぶり、2週間ぶりだから結構ね、緊張というか不安、大丈夫かな。じゃあ見て、今日のアイス、今日はゴーディーバーのアイスを食べたいと思います。明日見てください、お天気お姉さん、モーニングコンパス。大丈夫かな、本当にちょっと心配だわ。祝日はね、お休みだから。あれ、待って、失敗した。うわ、開け方失敗した、最悪。いただきます、早速。うん、美味しい、めっちゃ濃厚だ、さすがゴディバ様、美味しい。うん、めちゃくちゃ美味しい、超濃厚だ。なんかいろんな味がありました。ストロベリーとか、なんかナッツが入ってるやつとか、ビターとか、とても美味しいです。めっちゃ濃厚、なんか生チョコアイスみたい。うん、うん、パリパリのチョコも入ってる。うん、うま。
あ、そういえば今日アイス煮込むんだ。レッスンの合間に食べた。うん、ね、ブルガリアのアイス食べました。めっちゃ美味しい。私のおすすめ。あとね、今日ね、なんだっけ、忘れちゃった。あ、分かった。あ、なんだっけ、あのさ、ヨーグルトのさ、タブレットみたいなお菓子あるじゃん。それを、それのアイスがあって食べようと思ったけど、あ、ヨーグレットかな、あんま覚えてない。あ、めっちゃこれ入ってる、つぶつぶが。今日もみんなと一緒に頑張ってました。朝から今日は絶対に早く寝るって決めてるので早く寝ます。今日の夜ご飯ね、パクチーのパクチー尽くしだった。昨日パクチー農園行って、あのパクチーをいっぱい買ってきたので、ママがね、トムヤムくんとパッタイと、とご飯カオマンガイだっけ、カオマンガイと、あと生春巻きと、とフォーもあったね。フォーとかいろいろ作ってくれました。タイに旅行してる気分になれた。美味しかった。写真撮ったからメールに載せよう。ナシちゃんパクチー大丈夫？大丈夫というか大好きなので、もうもはや大好きな食べ物。ピザパクチーって感じ。ピザとトムヤムクンヌードルが好きです。私はと、久しぶりにコスメを爆買いしました。最高に幸せでした。え、全然食べれる。パクチーサラダ好き。苦手な人多いよね。苦手な人多い。
ちだんだん攻略してきた。あのね、一度ハマるとね本当に抜け出せなくなるよ。だから私は沼にはまりました。なぜパクチーは何歳の時、何歳だろう、何歳だろう、わかんないけど全然ちっちゃい時から食べてた気がする。スプーンもアイスです。アイスのスプーンでこれを食べてます。うん、クラッカー早い。タクチーは永遠の天敵。美味しいのに。めっちゃさ、これさ、チョコが美味しいんだけど奥歯にくっつく。パクチーの味のお菓子とかってある？あるよ。あのポテトチップスとか。なんかなっちゃった。春菊とか好きだけど、なんて読むのこれ。パクチー苦手。パクチー本当に苦手な人多い。なんでこのカメムシが美味しいのってよく言われるんだけど、私にとっては美味しいんです。カメムシ、カメムシの匂いあんま嗅いだことないからさ、わかんないんだけど。みんなか好き？カメムシ、カメムシじゃない。カメムシじゃなかった。パクチー。パクチー好きな人、嫌いな人、皆さんどっち派ですか？料理に入ってるくらいな。苦手、嫌い。食べたことない。パクチー好き。ケーキ好きじゃない。あんまり。ちょっとでも料理に入ってたらすぐ分かる。あーでもそっか、その匂いが無理だったら敏感になるよね。トメモクンヌードル
もうパクチー入り、うん、入ってるね。なんか乾燥火薬みたいなパクチーが。こんばんは。こんばんは。早く買った化粧品を使いたい。まだ使ってないので。アイス食べたよ。泡綺麗じゃないけど食べました。美味しかった。ゴディバのミルクチョコレートチップってやつ、美味しかったです。今チューチャンネル見終わったとこ、ありがとう。大量なパクチーの卵焼きそう、美味しそう。やってみよう。コスメは何買ったっけな、いろいろ買った。本当に化粧水も買ったし、あとは何買ったっけ、あ、リップ買って、あと香水も買いました。香水も買って、なんかヘアオイルとかヘアバームも。楽しみ。でも今ねファンデーションが欲しいんだよね。いいやつを探してます。ファンデーション、なんかおすすめありますか、ファンデーションのおすすめあったら教えてください。なんかディオールのやつがいい、よくてメイクさんに借りてめっちゃ良かったんだよ。買おうと思ってるんだけど、他にもなんかいいのありますか。声が小さくてよく聞こえないんだって。もっと喋って声が聞きたいよ。小さいですか。音量を大きくしてみてください。それかイヤホンで聞いてください。あ、エスティローダーね。エスティローダーいいよね。結構ね、いろいろ使ってるんだけど、メイクさんとかに借りたりして、もう結局何がいいんだろうって感じ。よくわかんない。クッションファンデが楽って好きです。あー、クッションファンデね。いや、マックスです。音量マックス。かわいそう。それはじゃあちょっとどうしよう。マックスで聞こえないのはちょっともう修理してみてください。携帯をいろいろ試したくなって結局定まらない。確かにね、わかる。ネットとかにもさ、なんかいろんなのバズってて、正直よくわかりません。話し手によって何がいいか変わるんじゃない？うん、そうなんだけどね。高いやつ買っても、なんとかしたら使えないか。最近メンバーとどこか遊びには行ってない。行ってないね、全然。まあ、お話とかはするけど、遊びに行くとかはないです。補聴器、補聴器を買いましょう。
メンバーだったら誰が詳しいのか。誰だろう。でもみんな結構詳しいかも。詳しいけどさ、本当になんか人によるから、人にあなんかそう、コスメ買い行くときは一人で、メンバーと行ったりとか友達と行ったりとかいろいろかな。一人で行くときもある。全然時と場合によって書いてます。アクセサリーがいっぱいあるぜ。今夜のデザートも食べました。アイス食べました。もう本番まであと何日だ、あと本当にちょっと、10だから今日が、あと3日、やば、あと3日です。あと3日で本番、やばい、どうしよう、めっちゃ緊張する。でもとりあえずなんか、楽しむ、自分が一番楽しまないと。早くみんなの感想が聞きたい。13日は早めに行ってグッズを買う。あ、そう、グッズね。ね、あのさ、個人写真みたいなやつね、買ってほしい、ぜひ。めちゃくちゃ可愛い。みんな可愛いけど、漏れてる。漏れてました、私。ぜひ手に入れてください。久しぶりに演技するナンスちゃんが見れる。そうだね。あんまりね、舞台とか。年に1回とかなので、ぜひぜひぜひ見てください。パンフレットね、楽しみ。私も早く読みたい。さすがにもうできてると思うんだけどね。楽しみです。よし、じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。今日ちょっと早めに終わらせるね。13位はトシアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位はピングアットマーク韓国ファンさん、ありがとうございます。11位は YK アットマークさん、ありがとうございます。10位は香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークうなとりどんさん、ありがとうございます。9位は限定ショールームアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。
8位はプロジェさん、ありがとうございます。7位はしんのすけべさん、ありがとうございます。6位はトワタアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はヨシマサセブンアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はケナアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はクニアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。1位はノベ公式アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。ナベさん頑張る。タワーもありがとうございました。嬉しいです、頑張るね。ということで、もう今は頑張ることしかできないので、とってもとっても頑張ります。じゃあ皆さん応援しててください。バイバーイ、じゃあねー。